皆さんこんにちは、ゼロです。今日は例外配達、こちらのゲームをやっていきたいと思います。このゲームは2021年6月5日、かれこれ 3,4 年前に発売されたゲームとなっております。配達員になって段ボールを配達していく J ホラーゲームなのですが、主人公はある一つのアパートで配達の作業をします。そのアパートの住民に会っていくと、それではやっていきたいと思います。始める。ちょっと待って待って待って、いきなり音が怖い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 。マウスで操作。WASD。まあ、これ普通やね。キーボードでやるときの。で、マウス左ボタンでインタラクトができます。なんじゃインタラクトって。はい。それじゃあ荷物をちょっと持ってきましょうか。このアパートが今回の最後のお届け先。5つの段ボールを届ければ、今日は終わることができる。あと5つ。てか5個届ければいいんやな。どれから行こう。とりあえず E から行くか。はい。怖いな。5個届けるの、絶対なんかありそうやな、これ。1個ずつ。さあ行きましょう。タブで持ち物を確認できます。で、マウススクロールで、お、なんじゃそりゃ。マウススクロールでを切り替えることも可能です。どういうことや？ああ、なるほどな。206号室宛てのやつね。こっち行けばいいか？ダッシュできる？あ、できるできる。VHS みたいな感じの映像やな。怖い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 。え？ライトは？え？こっちゃうの？どこ向かえばいいの？どこ向かえばいいの？ちょ、もう怖い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 。え？ちょ、待って、行き先がわからない。ここか？お！な、これ、場所間違えた。こっちからか。はいはいはい。アパートあります。206号室ね。了解。じゃあ2階か。ここやな。結構広いアパートやな。ここに届ければいいんやね。OK。206号室。見に行く。音。風の音みたいなのが怖い怖い怖い。さあ、行きましょう。206は202。203ってことはもっと置くか。4。で、5の6。あれ？ 5 なかったな。あ、4はないんか。ちょっと待った。205。4はないんやな。そうか。アパートは4はちょっと縁起が悪いからないんか。よし、行こうか。ちょっとインターホン押しよう。はいはい。ピンポーン。なんか音は聞こえたけどな。お、びっくりマーク1個増えてない？おい、俺なら出てこいって、こいつ。おお、一個増えてるって。大丈夫？は？え、出んやん。え？何もでき、おお、びくしゃー！なになに？はいよ。黙ってるやん、気持ち悪い。来るの遅っ、とろいな。あいつと同じかよ。誰よ。二度とその顔を俺にさらすな。それ拾っとけよ。おお、こいつマジか。なんやねん、こいつ。うっざ。もうインターホンもう一回押してな。無理か。なんやねん、こいつ。ガツくな。こんな客おったら逆にクレームやぞ、これ。あかんやろ、今の。ムカつくわー。
じゃあ次。おっとびっくりした。人かと思った。よ、じゃあ次の配達。どうしようかな。A から引くか。はい。あの一番でかいの一番最後にすっか。てかまとめて持ってけるとかそんなことない。あ、ないな。閉められるもんね。一個ずつか。はい、これは5階と、遠いわ。はい、2階に行った、3階に行った。はい、次4階。あれ？え、行けんやん、これ。あら？ちょっと待った。上行けないわ。こっちから行けばいいか。3階。おい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 。え、行けないやん、これ5階。どういうこと？どうやって5階行くん、これ。エレベーターか。降りてきた、降りてきた、降りてきた。え、来てる？これ。おー、いたいたいた。せんま。誤解。めちゃくちゃ押したけど大丈夫だったかな。大丈夫か。狭すぎて全然周り見えんげんけど。やばくねこれ。しかも遅いし、たかが2階上がるぐらいでこんな時間かかる。怖い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 。このガラス怖いって。はい、何階ですか。5階やね。ここか。502やね。はいはい。ここやな。よいしょ。まあ、インターホンは基本やよね。お！猫いる？なんか喋れや、こいつ。行って行って、いらんていらんて。え、猫缶もらった？ちょ、バグってないこれ。おお。え、これどうするんこれ。404にもらった。キャットフード。まあいいか。なんか使うんかこれ。よくわからんけど、とりあえず降りるか。下に。え？どういうこと？どういうこと？はい、乗っていく。とりあえず1階に降りよう。よし。なんやねん、このマグロのキャットフード。怖いって、怖いって。まあ、今のところは、とりあえず大丈夫？さあ、どんどん行こう。楽勝楽勝。ちょっと怖いけど、大丈夫や。つか、このエレベーター、おっそ！早よ行けって！よし。キャットフード、これ移動すんのよ。これ、いらんぞいね、これ。まだ道は開いたからな。よし。あと3つ。C、行こう。あれ意外にあっさりいけそうじゃないこれ。よし。あれキャットウッドどっか行った？横に。あ、ちょい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 。これか。401ね。オッケー。401やったらさっき上がれんかったから、ここも、もう一回エレベーターに乗ってく。で、4階にいるわね。よいしょ。
怖い。何の音？怖いって。ヘッドホンしながらやったらめっちゃ怖いしね、これ。401号室ね。401号室やったら、これこっちか。え？ 5 回来てるやん、俺。え、どういうこと？下か。おー、びっくりした！ 401、これか。よし、行くぞ。まあ、基本はインターホンからスタートやな。開けろー！開いた。怖いって。何年だこいつ。僕も同じに見えます。怖くないですか？このアパート。僕もこの中の日、一人になってます。気にしないで忘れてください。でもその荷物は信用できるかわからないあなたも、妻子と話してきてください。どういうことやねん。105号室にいるはずです。本気かこいつ。めんどくさ。え。何の音、怖い。105号室に行ってこいって。めんどいな、これ。ただのパシリやん。入って、一回、よいしょ。ただ言えることはちょっとマウス感度どうにかならんかな、これ。ちょっと、マウスの感度下げよう。あ、音量じゃないわ、マウスやな。で、感度下げよう。オッケー。お？105号室、妻子に会ってこいと。なんでやねん。よし。102。あれ？ 103。来た、ここか。出てこい。おぉ、びくしゃー。これ開く瞬間怖いわ。なんでこいつ笑っとれんって、こう、うべ。笑うなって気持ち悪い。みちりに言われてきたのか。俺はこの辺の妻子だ。これ以上言わない。ああ、それだろ、その荷物は呪われている。供養をする必要があるな。だがその前に必要なものがある。わかるだろ。金？最悪やん、こいつ。は？はい。キャットフードダメ。あ、どうすんの？金なんかないって。また5回行ってこいって。4回か。バカかこれ。ただのパシリやんかんな。4階に直接行けないから5階にまず1回行って、長い。ここ長い。マジで。今のところはドア開ける瞬間だけが怖いだけで、あとは別にやな。音。はい、行こう。4階に降りるやな。はい。ちょ、わかりにくい。よし。おい、金貸せ、こいつ。お前やって。はいはい。
何やねん、これ。アイテムとしては、お札ってだけか。オッケー。こんなめんどくせえ配達ある？はい。乗って、左向いて、1階の105。超地味な作業。ホラーでも何でもねえな、これ。お使いゲームじゃよ、これ。大丈夫か？おい。さあ、105号室、行こう、ダッシュで。3。開いてる開いてる開いてる。ここや。こいつずっとここにおったんか？え？こいつ、マジでうぜえ。なんやねん、こいつ、むかつく。腹立つわ。知らんがな、こんなもんよ。もう何往復しとんげんって、これもめんどくせえ。このエレベーターも長いし、マジで、ほんとにもう。めっちゃ長いわ。おそらくカットするけど。よし、こいつもっと金稼え。こっちが悪人になってくるわ。1万円やな、おし。はじめからそんだけ出しゃいいんだよ。バーカ野郎。何億させんだ。これもうただのパシリゲームやな、これ。よし。長いんよ、これが。はい、到着。さあ、行くぜ。もうエレベーターどんどんカットしていこう。時短や、時短。よし。気持ち悪い顔して、お前は。よし。は？ギリギリだからじゃねえわよ、こいつ。今回は道路許してやる。供養を始めるか。アイテムなくなったやん。終わったぞ。おい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 、こいつムカつくやつやわ。もう二度と105こんからな。覚えとけや、この野郎。こいつ、腹立つな。よし。とっとと、行こう。終わらせよ。残り三つ。はい。クソみたいな配達やな、これ。本当に。覚えとけよ。なんかや、店長怖くねえ、なんかカサ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 。何の音？しかも悪霊がついてる供養したって、インチキやん、たらの、こんな。もうちょっとエレベーター早くしようぜ、おっせ。はい。はいよ。よいしょ。はい、いいぞ、終わったぞ。失礼なやつや。うざ。よし。あと二つ。あと二つで終わりだ。よし。ここが長い。よし、残り二つまで来たよ。さあ、どっちにしよう。まあ、一番でかいの一番最後にしよう。よし、行こう。配達 B。さあ、猫缶はどっかで使うタイミングがあるのかというところですけども。はい、305。はい、略称、行こう。よし、あと二つ。三回ね。結構順調やね。めちゃくちゃここ無駄足踏んだけど、さっきのは。3階までは普通に行けるから、このまま登っていく。で、5なんで、一番最後が。最後の手前か。角っこのとこか。ムカつきやつの2つ上やね。ここやな。15。行きますぜ。よいしょ。
でかい。ん？おう。はい。は？おい、中入れってパターン？これ。なんで自動で開くんって、怖っ。あ？すいません。配達でーす。え？閉まるな、閉まるな。怖い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 。あ？こっちか。あ、来た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 。今行きまーす、言ってるやん。来いや。今夜。うわ、くしゃー！何してんのこいつ、焦る。びっくりしたー。マジびっくりした、こいつマジで。顔歪んでるやん。ベッドフレームよ。組み立て終わるまでが仕事でしょ。ふざけんなってこいつマジでうっざ。普通やん、見たら。こいつなんやねん、このマジでうぜえわ、こいつ。どこ？ここで？はいはい、組み立てよう。出方、出方。幽霊の出方。怖いわ。はい、作ったぞ。どこ行った？お前。くそ。はい。え、どこ行った？いないやん。いないし、出れないし。出れない、出れない、出れない。どこ行った？あいつ。こっちこっちか。は？は？うわ、びくしょー！は？ドア開いた。やばいってやばいって、血落ちとるって。どこ行った？人は。え？怖い怖い怖い。出よう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 。ここ305やな。ってこと405。ちょ、マジで怖い。気持ち悪くなってきた。おぉ。おぉ、いないよな。ちょっと降りよう降りよう降りよう。やばいよ。キャットフードだけでどうこうできるレベルじゃないわ、これ。もうやめた方がいいって。普通に地位落ちてたもん。殺人現場やっと怖いって。よし、ラスト。305だけは、じゃあ405だけは勘弁しよう。405だけは、405だけはやめてくれ。202。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。チャリンコこんなのがあったっけ？踏んでく。踏めんや。202やな。よし。これで終わりだ。ラスト。ここやったな。202。やばい、ムービーか。なんだ？なんだなんだ？え？いやいや、明らかお前出てったやん。出してったやん。ふざけるなって、どこ行ったんやって、あいつ。小僧。上？ 40、ここ、ここだけは、ほら、やっぱりなんか開いとる。ここだけは嫌ってんってな。血のあった部屋の上やん、ここ。やばい、鳥肌立つ。怖い怖い怖い。はい。え？ん？Oh yeah.
ちょ、怖い怖い怖い。さっきこっから地図撮ったよね。この音だけで怖いね、やめて。気持ち悪い気持ち悪い。開かない。あ、開いた。何これ。冷蔵庫？冷蔵庫？え、出れないんですけど。なんかここでイベントやらんとダメってこと？怖い。もうやることないやん。ないって。なんだこれ、あかんやん。入れんやん。風呂場。赤ちゃんの声聞こえる、赤ちゃんの声。これ、こん中にいるとかねえよな。ねえよな。いや、でも、これ声聞こえるってことはさっきの襖か？知ってよ。えい！そこにおるんよ。行こう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 。怖い怖い怖い。怖すぎる。え、上か。こいつアイテムなんてやつは幼児。そうやな。幼児やな。怖い。何回やったっけ？ 3 回か。なんでんこいつマジで。3回いけるかな、直で。幼児埋めてく、壁に。え？ちょ、おい。なんで赤色になるんやって。ちょ、怖い怖い怖い。とりあえず壁側に寄ろう。よし。え？でも鳥肌立ってきたわ。怖い。早く早く。エレベーターの密室はやばいって。しかも幼児消えた。え？トラックここにある。え？何？どういうこと？また戻ってるやん。401。え、ちょっと401。ちょ、一気に全部持とうぜ。こんなやったらもうめんどくせえ。どういうこと？一番近いやつから行くか。もうめんどくせえ。202から行こう。え、もう一回やれって。ちょ、ずれた。え？行き止まりやん。おい、怖い。え、怖いんすけど。え、ちょっと待って、一応さっきのトラック見に行っていけ。もともとあるトラック。え？地形変わった。え、怖いって。やばいって。またやり直し。
え、閉まらん。え、閉まらない。行ってみるか。せない、押せない。え、完全に行き止まりになったな。出ようぜっつってもどうやってここ来たんよ。何もできない。部屋的にはもう、一階は無理やし、エレベーターも使えないやったらもう何も無理やん、これ。どうすればいいの ?101 やろ。え、二階行けなかったもんな。え、ちょっとこれ無理じゃね？隙間から行けるわけでもないし。は？ちょっと待って。行く方法は、あとここから抜ける方法しかないな。え、行き止まり。閉じ込められた的な ?101。え、何もできんかったもんな、さっき。あ！あった、はしごある。はしごある。おおお。ちょっと登ってみよう。ちょっと怖いってこれ。タラじゃ終わらんと思ったらそういうことか。206と202。え、いけんやん。え、行き止まり？登ろう。こんなん登る？普通こんなんもう行って。305。無理やな。無理やな。こっちから行けないから、こう降りる方向？これ降りれそうやな。よし。で、202、ここか。赤ちゃんが歩いてた。とても可愛い。僕は子供が好きだ。あれは202号室のマリコさんとこの子供だ。マリコさんがこちらに気づくと同時に子供を抱っこして連れて行ってしまった。悪いものが映るわって。僕はバイキンなのかな。え、なんで置くんよ。え？ルーム202パッケージ。ってこと？まあ、とりあえずちょっと次運んでいくか。登る。で、ここ、ここ登ればいいんか。登る。そうすると、ちょっと待った。これ今何階やこれ。3階か。え、4階に来てるわ、いつの間にか。401、これいけるんちゃう？え、行き止まりやん。5階に来ました。502。502はいけるな。ここやな。よし。手紙ばっかやん。今日も502室のエリカさんに猫缶をあげた。自分も犬を飼ってるから仲良くできたらいいなと思って、ほんとキモいって言われたけど、動物好きな人に悪い人はいないはず。キモいは傷ついたけど。これ取れないの？
これ取れんのやな。はい。OK。で、あっちから降りれそうやから、とりあえず降りるけど、うん。じゃあしていこう。迷路みたいになってるやん、若干。行って行って。401。こりゃ。はい。401のみちるさんとは、年が近いから仲良くなれると思ってたんだけど、部屋から出ている姿を見たことないから、401号室を訪ねてみることにした。3回目でやっと出てくれたんだけど、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよ。って、それだけ言って、すぐにドアを閉められた。どういう意味？はい。あれ？でもこれでもう行き止まりになっちゃったな。あ、荷物置いてある。取れない。あ、これ登れるんや。ね、また上に戻ってきて。こっちは降りれないから、つってもあっちも行けないもんな。あれ、全くあっち側行けないわ。どうしよう。降りる。え？あ、こっち行けるか。ちょ、登って、で、これが今公開。305と206。206の方行きたいな、とりあえず。反対側行こうぜ。206ってここやね。ここの階の下やな。ひたすら降りるか、ここから。よし。下降りて、もう一個、こっから下に降りる。よし。ここで今2階?3階か。もう一回下降りる。よし。こんなんで終われたら俺終わりやぞ、これ。206。はい。夜、206号室の竹尾さんが段ボールを運んでいた。手伝いましょうかって言ったんだけど、トロイ、お前が何を手伝うんだよ。手伝う暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ。社会のお荷物が、って、僕、周りからそんな風に思われてるのかな。何の話よ。で、事実上あと1個か。305。305。ここかな。45。305。これか。はい。見れない。あ、びっくりしたー。305号室のアリサさんは、学生さん、バイトもしてて、頑張り屋さんで応援したいと思ってる。初めてすれ違ったから挨拶をしないと思ってたら、ストーカー？怖っ！って言われた。言ってたか。周りには誰もいなかった。僕のこと、ストーカーなんて、したことすらないの。一旦これで全部終わったかな。お札。このルームパッケージって何よ。202。お、これで、お、イベント起きた起きた。エレベーター復旧。よし。ちょっと読んでみるか、これ。朝105号室の、ゆきさんに、ゆきちさんが歩いているのが見えた。採取をしているみたいだし、優しい人なのかもって思って話に行ったんだけど、弱者が、弱者が何のようだ。金も持っていない。ただの役立たずなんて見たくない。二度と俺の前に現れるなんて。いっぱい舌打ちもしてくれたし、機嫌が悪かったのかもしれないけど、あんな言い方されるなんて。まあ今全部配達したやつのキャラクターの雰囲気やね。で、ここでエレベーターが復旧したくさいから、よいしょ。乗って、どこ行けばいいんだ？とりあえず押せるとこ行くか。
え、いけんやん。は？え、出れないし、しかも。ああ、来ちゃった！は？え、どういうこと？こーわ！びっくりしたー。え、めっちゃ鳥肌立ったわ、今。さあ、いよいよクライマックスかな、これで。さっきの状態にまた戻ってきたような感じもするけど。ん？怖いわ、もう。はい。あ、これで OK？ え、それで？ちょ、マジでエレベーター怖い。やばいって、これ。あんだけ乗って一回しか上がってねえんか、って。やばいやろ。音。問題は音やって。こわ。あとは？トラック元通りになってる。え、荷物一個だけある。何これ？はてな。どこの荷物？404号室やったっけ？はい。おー、怖い怖い。ここが、はい。え、どこ？サメ。サメ行って。入れて。怖い。ない。トイレもない。なんもないよな。怖い。風呂場。なんもない。え、ちょっと待った。わかる。あれ？なんかこれ画像にあった冷蔵庫じゃない？なんかイベント？動けん。うっ。え、どういうこと？ここで死んだってこと？キモい。だんだん見えなくなってきた。歩ける。動けるけど、え、どうなった？ランドロード大家53歳。どういうことよ。クリア？あ、大家さんな、今俺。え、テナントペイメントリスト、はい。懐中電灯持った。で？ラーメンか。カップ麺。はい。
全部の荷物ここにあるやん。超狭い家。全然家の状態がわからん。開いた。ここ大家の部屋やったん。じゃ101やよ。さあ、これで5階に到着。さっきちょっと404かな。402か。行ったけど何も起きなかったんで、全部見渡したら、なんと、ここが空いてるじゃないか。おそらくここが、最後の砦かい。思いっきり見てるやん。怖い。こいつ見てるよね。閉めた。なこいつ。え？何？だけ？それだけ？え、インターホンも押せない。何やこれ。え、それだけ？せっかくここまで来たのにこれだけ？で、もう一回40の方に戻るってこと？いや、開いてないか、上。開いてないか。おっ！びっくりした。何回？ 404 開いてるやん。え？これでどうなる？何もない。開かない。なんか書いてある。塩田公営仲良しアパート。精神障害。障害者保健福祉手帳。障害等級産休保持。え、ここ入るしかないってこと？怖い。明るい、ああ、何え、ちょ、動け、あ、誰が来た、キメ、やばい、ちょっと動けん、ちょ、怖い、何？はぁ？エンドに。バッドエンド？はい、ありがとうございました。というわけでね、今回は例外配達をやってみましたが、エンドにってことは、これバッドエンドか？はい。まあ、エンディングは一つじゃないってことが分かったんですけど、今回はエンド2ということで、まあ、多分これ、管理人が殺されて終わったみたいな感じなんですかね。いやー、ちょっとね、まあ、謎というか、途中、なんか、はしごのところが迷路になってて、わけ分かんなかったっていうところもありましたけども、まあ、なんか、よいしょよいしょ、やっぱ雰囲気が、日本のホラーの雰囲気が出てて、なかなか面白いゲームでした。いや、久しぶりにゲームして鳥肌立ったわ。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また見てください。ゼロでした。バイバイ。ぜひ皆さんもやってみてね。バイバイ。